皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。えー、皆さんあの、コロナ危機が、ね、相変わらず続いて、自宅でテレワークという人も多いかと思いますけれども、十分健康には気をつけて、ね、過ごされているかというふうに思います。でこの、ね、コロナ危機で非常に大変で不透明で不安がいっぱい。 倍の時期だと思うんですが、こんな時こそ今、仕込んでおくべきこと、特に MBA 留学を目指す人は仕込んでおくべきことがあるというところ、まあ、言葉を言わ選ばずに言えばですね、この機器を利用して大チャンスにつなげることができるということなんですね。で今回はそのテーマについてちょっとお送りをしたいと思います。 えー、その前にですね、えー、ある投資家のね、名言をちょっとお伝えしたいと思うんですけども、それはですね、When only the tide goes out, do you discover who's been swimming naked?、えー、つまり、えー、波が去った後だけ誰が裸で泳いでいたのかが分かるとういうこの名言なんですけども。 これはです、ね、ウォーレン・バフェットさんの言葉ですね。まあ、要はこう海で泳いでいるとき、ね、まあ、外から見ていればみんな普通に優雅に泳いでいるように見えるけれども、波が引いたときに、えー、しっかりと水着をしている人と裸の人が分かるということなんですね。まあ、どういうことかというと、ですね経済の状況とか会社の業績が、ね、いいときは、まあ、誰がやっても 誰がリーダーダをやってもお、まあ、うまくいくいとただしこのようなね危機の時、えー、経済危機だとかあ会,社会社の業績が良くない時人々がパニックに陥っている時にこそそのリーダーが有能か無能かっていうのがあらわになるというような意味なんですよねなのであの皆さんもねこのコロナ危機であの各国のねリーダーが、うんまあ、いろんな対応している中で えー、どの国のリーダーが優秀なのかとか、あとどの会社のリーダーが優秀なのかというのがある程度こう分かったんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、皆さんの会社でもですね、このパニックの状況で、えー、皆さんの会社のリーダーとかあ上司が有能か無能かということもまあ分かったんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、そんな なんかですねやはりうまくいってない時ほど本当にね実力のあるリーダーはあーそれをね、えー、力を発揮することができるということで、えーまあ、皆さんもね別にあのー、こう受け身の姿勢でうちのリーダーがいいとか悪いとかそういうことを言うんじゃなくて、まあ、皆さんももしかしたら、まあ、リーダーの立場の人上司の立場の人っていう人もいると思うんですよね。 でそんな中で、えー、今こそやっぱりこうリ,ーダーリーダーシップ発揮する絶好のチャンスだというふうに思うんですよね。えー、皆さんのチームメンバーとかあー同僚、お部下あですよね、取引先が、まあ、ある程度パニックの状態に陥っているかなというふうに思うんですよね、やっぱりこの時期のことを考えると。その中であなたは本当にこう適切な判断、適切な提案、適切な指示ができているかどうかあというところ。 まあそれをね考えてもらいたいなというふうに思うんです。うまくいっているときは、まあどんな指示しても結構うまくいったりするわけなんですよ。でもこういったね、皆さんがこうパニックになっているときほど、やっぱり適切な指示をしないと不安もね、いっぱい溜まりますしね。それができるかどうかっていうことがリーダーシップ、真のリーダーシップを発揮するのしどころというところになります。で、やっぱこういったことをやっておくとですね、まあ将来、 えー、CV とかインタビューとかエッセイとかそう MBA の出願の時にですね、まあ実績として大きくう残るしアピールすることができるというふうに思うんですよね。この2020のコロナ危機という状況は世界中誰もが知ることになる。 まあ皆さんが認識している危機ですよね。こんなこうパニックの状況、どれくらいパニックかっていうことももう世界中の人々、人々分かっていると思いますで。このパニックの状況で、こんな実績を上げてました。こんな、こんなことをやりました。ね、えー。チームをこんな風にまとめて、迅速にこんな対応しました。こんな判断して、こんな指示出して、こんな結果出しました。っていうことがすごく言いやすい、えー、し、えー、本当の やっぱり実力のあるリーダーは、やっぱそういったことをやっていると思うんですよね。で、実力がないリーダーほど何もやってないと思うんですよね。で、ビジネススクールも将来に皆さんが行くビジネススクールもそれが分かるわけです。ああ、あのコロナ危機の時にこんなことやったんだなということが分かるわけです。で、それがすごくね、えー、エッセイ、インタビューで、CV、えー、そこでもうアピールのしどころといえば、まあ、しどころなんですよね。 まあこんなパニックの状況で、えー、もしかしたらね、それがチャンスなんていうと不謹慎かもしれないですけれども、まあ、実際そうなんですよね。そこで本当に素晴らしいリーダーの実力が分かるし、実力の発揮の死のころ。だからね、皆さんもこれから MBA を目指していく、それからね、ビジネスリーダーとしてのキャリアを積んでいきたいということであれば、この時期にこそ、冷静な判断、的確な判断、そして指示ができること。 でそういった実績を今、今、この時こそ作っておくべき時だというふうに思うわけです。ということでね、今回は、このね、緊急事態宣言のコロナ危機の今に、ね、仕込んでおくべきことというテーマでお送りをしました。またね、次回いろいろな情報をお送りしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日は以上です。ありがとうございました。